今回は貧乏から勉学を極め日本を救った英雄、彼の名前は小村寿太郎、日米通商航海条約を締結させ国際社会での日本の権利を確立した人物です。そんな彼はまさに不屈の人でした。父の借金が原因で藩校の学費が出せず、掃除や整備といった雑務を行うことで学費を免除してもらいます。また英語を学ぶため長崎に出向くも先生と学校がなくなるという悲劇に遭遇します。ただ彼はめげずに野良の外国人に話しかけるなど体当たりで英語を学んでいったんです。主体性の塊ですよね。